ボルドカンは AWM。はい、どうも、スコジです。今回は、とある配布ね、意外と知らない方が多かったんで、ちょっとなんか解説しようかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、その配布の方がこちらのパックの方なんですよね。オールゴールド大放出パックというわけで、こちらのパックね、意外となんか受け取り方は知らない方多くて、これね、ツイッターの、運営のキャンペーンでもらえますね。このツイート、今ですね、小屋コード運営の方が固定されているんですけれど、このツイートの方の、下選択肢あるでしょう。この選択肢の方を押すことによって、こんな感じでですね、小屋コード運営からリプが届くんですよね。で、このリプ今、リンク映っていると思うんですが、このリンクを、小屋コード入っている端末の方で押すことによって、ゲーム内にログインされます。で、ゲーム内ログインされた後、メールの方ですね。はい、届きますので、そちらから受け取れるっていう、そんな感じの報酬という風になっているんですよね。これ中身の方ですね。基本的にその、今回の、5周年のですね、ガチャチケットの方が、入っているっていう、具合になっております。基本的にはそうですね。で、たまに、その、金車が出るっていう、ね、このピンクの車が出るっていう風になってますね。もともと出しとった方とかは、金チケットをつけれる可能性とかもあるんで、そういう意味で結構美味しいという風になってます。これサイトの方を飛んだらわかると思うんですが、他にはですね、100万円とか、iPhone 14の方とか、あとはアマギフとかの方ももらえるっていう風になっているんで、結構うまいイベントと、意外と知らない人多いんですよね。意外と知らない人。一応なんか、ゲーム内から Twitter の方に誘導するようなリンクあると思うんですけれど、多分そのイベントページ押して実際飛んでいってる人が相当少ないから、意外と気づかれてないって感じのイベントになっているわけなんですよ。結構 Twitter でツイートしたら、出ましたって聞いたら、そもそも知らない人が結構いらっしゃいましたんで、意外とみんなしてないんだなっていう。その、ミランはな、毎回さ、ツイッター誘導されたらさ、それもいいよっていう風になると思うんですが、一応そんな感じで、もらえるっていうイベントですので、とりあえず参加してですね、ガチャチケットでももらっとけばいいんじゃないっていう、そんな感じなんで、やっとけばいいと思います。もらったガチャチケットとか、ケーキイベントでもガチャチケもらえますが、貯めといてですね、週回ったら、また20連分だけ休みに引けるじゃないですか、チケット10枚じゃなくて、チケット9枚でガチャ引けると思いますね。そのキャンペーン狙いで貯金しといて、9枚貯まったら回していって、で、20連分回したらまた次の週、その割引使っていくっていう感じで、配布のチケット貯金すればいいと思います。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、バインド金券で服って買えるんですか？どう？買えないですね。はい。電動ガチャ回せないって話は回したと思いますが、他にバトルパスの開放と、あとその金券でのですね、ショップでの普通の購入服とか、それはできないっていうふうになってますね。基本その電動以外のガチャを回すための金券っていうふうに、皆さん覚えておくといいと思いますね。そのうちね、正直ガチャの方に関しても使えるガチャ絞ってくるんだろうなっていうふうには思っているんですけどね。でも一つ自分バインド金券で目論んでいることがあって、バインド金券って今後その金券の配布ってのを多くしていくために作りましたっていうのを書いとったわけじゃないですか。今回もその額としては多いっすよね。あれ自分思うんすよね。ワンチャンその俺のさ3万7千金券ぐらいさマイナス金券になってるアカウントマイナスをバインド金券で補えるんじゃないかと思っていて、今のところ補えてるんですよ。なんでそのマイナス金券配布が増えるんだったら、そこ全部ねマイナス金券で補ったら復活するんじゃないっていう風に俺密かにね思っているんですよね。もしもそれで復活できたらめっちゃおもろいっすよね。で、次ですね。プロフィールの左画面、成績で隠れているけれど、小さくできたらいいのにと。ね、プロフィール、成績さ、バーって出るようになってるっしょ、今。あれ、いらないっすよね、マジで。普通にその前のその仕様で、車とか展示がすぐね、一覧で見えるような感じにしとけばいいのにっていう。そしたら車を自慢する理由だったりとか、ってのもできると思うんで、そういう仕様にすればいいのになってのは、マジでね、思いますね。はい。そっちの方が重課金か、そうじゃないのかってのが、わかるんで、そこになんかね、銃とかも展示できるようにすればいいんじゃねっていう。そしたらなんか、いろいろね、ドヤ要素増えるんで、このゲームそのドヤ要素増えた方が、基本的にはいいゲームですからね。そういうのがあればいいんじゃないのってのは思うんですけれど、そこはなんかあんましてこないんだなっていう感じなんですよね。多分その、プロフィールのそのフレームスキンとかを売りに出したいから、今みたいな仕様にしたと思うんですよね。はい。ですけれど、別にそのフレームスキンね、何持ってようが、例えば今やったら働く細胞のやつとかありますけれど、それでなんか、いいなとはなりませんし、名前にその孫悟空のエフェクトがつくやつとかもありますけれど、あれもだって別にぶっちゃけどうでもいいからね。スキンとしてはあまりその売りにはなってないかなっていう、正直思いますよね。戦績とか人のやつ見らんしね。このゲームの戦績意味ないし、ランクとかもそうやけど、見たところでなんもないからね。で、次ですね。ツイッターの5万リツイートのバインド金券ってどこでもらえるんですかと。いや、普通にオールゴールドでお答えと思いますよ。本来はそのツイッターのリツイート数5万っていうのも、普通にその期間内に達成する気あったんでしょうね。したらその最後ね、ラストのラストで謎のブースト入って、一気なんか1
1万1000ぐらいですかね、リツイート。1時間経ったうちに増えたんですが、1000足りんでですね、1000はその足りずに5万達成できなかったっていうですね、ギリギリ達成できんで今ややこしいことになってると思いますが、まあ、花からその達成する気あったから、オールゴールドのイベントっていうのが、まあ、12時回ってから発動したって感じだと思いますし、まあ、本来は5万リツイート達成記念の報酬っていうのがオールゴールドやったっていう、そんな感じだと思いますけどね。はい。で、次ですね、クルマントかっけーと。いや、クルマントってさ、実際グッズだったわけですけれど、あれ普通にデザインいいよね。もうあれさ、そのまま実装すればいいじゃんね。思いません？そのまま実装すればいいやん。ゲーム内にも。ゲーム内アイテムとしてももらえますっていう。テコ入れすればいいじゃんね。まあ実際それ担当している会社の兼ね合いでできないらしいですけれど、そこら辺は。おそらく。まあ、もしかしたら変わるかもしれませんけれど。いや、ゲーム内アイテムとして持ってこれれば、何やったらだってあの形のマントで一番デザインいいまでありますからね。やればいいのにっていうふうに思います。次ですね、マント当たりました。やはり7日間でしたと。まあね、あのマント、NGP のあの、抽選の方ですね。まあ抽選の中にも NGP マント入ってるんですが、そっちは体験みたいですね。まあ、ですけれど一応ね、まあそれ以外にも得点あるんで、まあそっちも普通にうまいっすよね。ガチャチケットとか NGP パックとか、あとは金銃も当たりますね。まあ、金銃さ、普通にさ、俺持ってるんだよなのか、はい、当たったらワンチャン金銃チケットなんで、まあ、2日に一遍回してですね、ワンチャン作れればいいなっていうふうに、まあ、思いますよ。で、次ですね、チャージセンターで実質クレカしか対応していないですよね、と。いや、コンビニ払いとか、Apple Pay とかありますよ。まあ、Apple Pay はやってること、まあ、クレカみたいなもんなんで、プリペイドの。まあ、実質まあ、クレカばっかりですけれど、一応ね、現金払いのコンビニ払いもありますよ。まあ、でもコンビニ払いはね、手数料かかるんで、200円とか300円とか。まあ、なんで、ぶっちゃけあんま使う理由はないんですけどね。で、次ですね、通常金券で4万ぐらい課金する場合は、どの値段の組み合わせが一番多くもらえますかと。それは、その通常金券オンリーで計算するのか、バインド金券も入れて計算するのかっていう、そこによって変わってくると思うんですが、まあ、通常金券だけで考えましょうか。はい。通常金券だったら、まあ、チャージセンターじゃないですか。うん。普通にチャージセンター使うのが、まあ、通常金券だけ増やしたいんだったら一番いいと思いますよ。まあ、電動ガチャだけ回したいんだったら、まあ、通常金券増やした方がいいですもんね。バインド金券いりませんもんね。もう普通にチャージセンター使うっていう。今、公式サイトの方で、まあ、チャージセンター割引の券がもらえるんですよね。まあ、そちらの方を使えば普通よりもその安めにですね、まあ、課金できますんで、まあ、それも使えばですね、まあ、ちょっとまあその余剰分多めに通常金券というのは増やせるっていう風になってますね。はい。まあ、メールアドレス登録まだしてないんだったら、一応そのチャージセンターとメールアドレス連携することによっても、まあ、チケットっていうのがもらえますんで、それによってまあ1万円分、2万円分、まあ、その割引して購入できますんで、そのまま割引かれた差額分さらに多めにまあチャージできるっていうな感じですね。バインド金券も含めるんだったらゲーム内のそのバインド金券の特典全部使い切った後そっち使うっていう、まあ、流れ的にはあんま変わらんすかね。で、次ですね、バインド金券っていつまで使えますかと。バインド金券の方に関しては永久で使えますよ。現状は永久ってなってます。まあ、使える用途ってのはもしかしたら減るかもしれませんけれど、まあ、使えるのはずっと永久です。普通のその通貨と変わらない存在になりました。限定金券みたいに期間限定ではないですね。で、次ですね、リアルマント配るんだったらハロウィン前に届くようにしていろいろキャンペーンすればいいのにと。いや、ほんとなんか今回ねグッズなんかいろんな意味でもったいないなと思うんすよね。いや、多分物はいいと思うんすよ。間違いなくね、ちゃんと作ってるとは思うんで。いや、なんか非常にもったいない。その物に対してさ、なんでその悪い付加価値をさ自分で作っちゃうのみたいなね。いや、物は絶対いいんだよね。コアのグッズって物はいいんだよ、ね、フィギュアとかも物はいいんですけれど、そのリアルグッズのね使い方が下手なんだよな、マジで。キャラクターのその売り出し方とかもそうですけれど、最近そのイラスト使っていろいろキャンペーンとか売ってないしね。なんか画像みたいな、記念日の画像みたいなさ毎回出しちゃったんですけれど、それも最近してないんで。いや、なんかもったいない。なんかもうちょっとちゃんと売り出せばさ、ニキシアとかさ、ガイアンとかさ、もうちょっと使えると思うのに。いや、なんか非常にもったいないよね。うん。